どうも西田渉です。本日なんですけれども、ブルーインパルスを取りに行ってみたっていうことでね、今から、ブルーインパルス、今日がですね8月24日のこの収録なんですけれども、パラリンピックの開会式なんですよね。で、前回もね、ブルーインパルス取りに行ったんですけれども、その際はね撮っている模様っていうところを皆様にねご覧いただけてなかったなと思って、今日はね妻と一緒にブルーインパルス見に行こうと思ってまして、行きつつ撮りますと。で、先日なんですけども予行がありまして、予行はねちょっと撮りに行ってみたんですよ。まあその日はね青空、今日は曇りなのでね、どのぐらいまあ見えるか、ただ色カラースモークは出るので、仮に曇りだったとしても色の、ね、煙さえ出てくれれば結構目立ってくれるのではないかなっていうね、淡いポジティブに考えております。で、前回も行ってきた装備と同様ですね、今日の装備はこちら。まずは、R5 ですね、 EOS R5 のに RF の2405の F4 ですね。これが2405で、広くね撮るとき、広い空とブルーインパルスっていうイメージのときがこの装備と、もう一つはこちら、はい、じゃじゃんと R5 に、こちらも同じく R5 ですね、 R5 に RF の100-500 ですね、 4.5-7.1 の ISSTM、 LISSTM ということで、 ISUSM ごめんなさいっていうところで撮ってみようかなと。もう予行の時にね、これで結構 500mm であればやっぱり相当がっつり寄れたなっていう感じではありましたね。比較的低空を飛んでくれたのかな、前回は。まあオリンピックの時とはね多少雰囲気が違うっていうね感じなので、前よりも比較的低空かなと。ただこればっかりは分からないです、本番になってみないとっていうところ。ただ今日は曇りなので、多くの方にね見ていただくにはある程度低空を飛んだ上でやってみないと、結構雲に隠れちゃうともう何も見えないですからね。ただ今日はこの五輪のマークの円は描かないっていうことなので、ひたすらドッと飛ぶところを撮る。なのでどこのどう範囲を入れるかっていうところなんですよね。まあ僕はちょっとね東京タワー一点張りで勝負したいなと。前回の予行の時も東京タワー行ってきまして、そこでね東京タワーにこうブルーインパルスが飛んでくれる瞬間を狙いたかったんですけども、そこを外してしまって東京タワーとブルーインパルスの間に僕がいたってことで、いい形でね結構寄りでバシッっていう画角は収められなかったっていうところなんですよね。なので今日はまあうまくいけば、まあ、そうなるとね東京タワーも込みだと2405かなとかいろんな推測はあるんですが、いかんせんねこればっかりは蓋開けてみないと、特に昨今の情勢下で具体的にここをピチッとこういう風に飛びますっていうところをあんまりね密集、人の密を避けるために公にされていないんですよねっていうところもありまして、なるべくねあとは神に乗るっていうねっていうところ。なので R5 の連射機能っていうところの勝負、お互いにですねカードはもう完全にこちらプログレードのねコバルト325GB っていうところでの CF エクスプレスを1枚差しして、こっちも1枚差し、こちらのね R5 も両方1枚差しして、もうローデータでひたすら連射、もう事実上飛んでいく瞬間はああ来たなと思ってから約10秒から15秒っていう、この間の予行ではそのぐらいでしたからね。まあその間に撮れるだけ撮ってみようっていうところ、なので本当にね一瞬だと思います。なのでぜひねその模様を、ご覧いただけたら嬉しいかなと思いますので、では早速ね行ってまいります。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はねうちの妻に、こちらのねムービー収録をお願いしようかなと思ってまして、多分ですけれども一瞬だと思うんですよね。はい、前回も一緒に行ったもんね。そうですね、うん、なので、約10秒、東京タワーを、ね、目指して今行ってるんですけど、はい、10秒から15秒ぐらいで多分 ね、 そうですね、終わってしまうと思うので、あっという間だとは思います、ね、なので妻にはまあ僕の撮影風景もそうですけど、こちらのムービーの方でね、はい、ブルーインパルス飛ぶ瞬間を捉えてもらえたらと思いつつ、はいはい、よろしくお願いいたしま す、 お願いします。あと今日ね若干曇り空だもんね。そうです ね、 ね曇り空なんでね、なのでこれが、どういう風になるかっていう、はい、ところですよね。はい、はい、なんで、まあ、でも色付きのね煙っていうか、スモークが出ると思うのでね、うん、多分見やすければいいですよね、その辺もね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、行ってきます。はい、はい、現場に来ましたっていうところでね、後ろ背景東京タワーですよね。はい、東京タワーってことで、その上空をブルーインパルス飛んでくれればって感じなんですけれども、結構広い宙を取る場合はこちらね2405のF4 こっちで撮る方がいいかなと。で、まあ、撮れたらガツンと寄って撮るときにはやはりこちらのね100-500ともに R5 で撮っていくっていう感じですね。なので今から、前回
旅行の時にはね、僕もう一個奥のあの高台から撮ってたんですが、飛行経路がね意外とこっち側に飛んでいったので、こっち側にね飛んでいったので、今日はより広く空が見えてっていうところで撮れればいいかなと思っております。はい、こちらがね東京タワーですよね、改めまして。でこちらがね東京駅方面なんですよね。スカイツリーがこっち側にありまして、スカイツリー東京駅方面からこの間のね横はこういった感じで飛んでいったんですよね。あちらの千葉のパークタワー、パークタワーのプリンスの奥のこっち側に飛んでいったので、こういう経路ですよね。なので飛んでいくときにこの辺でドンピシャで抑えられるかどうかっていうのが今日のね、予想理想なんですけれども、果たしてどうなるかっていうところですね。もしも厳しかったらこのまま上でね空だけを、上空を飛ぶのを RF100-500 で捉えていこうかなと、そんな感じでトライしてみようかなと思っております。この間なんですけども、こちらね RF の24100をつけたこっちの R5A の方がね、この間は炎天下だったんですよ。だったのでかなり熱がね出てまして、ここの片液晶のところのねあの液晶ついてたんですが、トルダンになったらシャッターが切れなかったってことで、バッテリー抜き差しだったんですが、もう通り過ぎてしまって使えなかったってことで、今日はね厳密にちゃんと稼働するかどうかっていうところをチェックしながら、今日はきっちりとやっていこうかなと思っております。でさらにね今日の設定なんですけれども、まずはね、AI サーボもう自動で追尾して撮ってもらう、追尾優先で、こちらですね、こちらゾーン AF で今日は撮ろうと思ってます。追尾優先でカメラ任せではなく、大雑把にゾーンを選んでこの部分だけを、AI サーボで追ってもらうっていうような流れですね。あとはコンティニュース AF を入れるので、あとずっともうシャッターを半押しなくてもずっと追っかけてもらうトラッキングモードでやってみようかなと。ただ今日は空がね結構低コントラストなので、ここの切り分けがうまくなされるかどうかっていうところは比較的緊張するかなって感じですね。シャッタースピードは基本2000分の1と F5.6 っていうところですね。これでやっていこうかなと思っております。はい、2時を回りましたね。飛行時間を回りました。もう間もなくあと5分、10分弱くらいで来ると思いますので、早速行きましょうっていうところで、じゃあ本番ですね。はい、両方とも稼働しますので OK です。はい、では行きましょう。楽しみだね。はい、いよいですね。多分ねあっちの方角、あっちの方から多分来ると思いますので、はい、まあ、アタゴヒルズあたりを見とけば、はい、大体かこっちのビルの間ぐらい、あの木のちょっと向こうぐらいの、はい、左側ぐらいを見とけば確か来るかなっていう、前回の予報だとね、はい、その通り来てくれればですが、まあ、東京駅の方見とけば大体来るかなと思ってます。おそらくもう間もなくかなというふうには思っております。最初はね RF の100-500で行こうかなと思ってます。おそらく向こうからかなり遠くから来るので、最初500ミリから行って、で、まあ、ある程度近くなってきたら2400に切り替えて東京タワーまで入れると、このフローで行こうかなと思ってます。来ましたね。来た来た、綺麗ですね。すごい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 。よし。はい。はい、一瞬でしたね。一瞬でしたね。一瞬でしたね。カラースモーク見れましたね。そうでしたね。はい、はい、一応カラースモークは見れましたね。はい、はい、まあ撮れたんじゃないかなと思います。100-500で結構がっつり寄りも撮れましたし、一応強引にはですけれども東京タワーもう強引に入れてみました。、はい、なんとかねじ込んだかなとは思います。ちょっと東京タワーと飛行機の距離はあったと思うんですが、戻ってね早速皆様にご覧いただこうかなと思いますので、では、はい、お疲れ様でした。約10秒15秒って感じでしたよね。はい、はい、お疲れ様です。ママもありがとう。いえいえ、本当にね100-500でまず寄りを取った、そしてこちらね
2400で引き絵、東京タワーをなんとかねじ込むことができて、ちょっと強引な画角ではありましたけども、なんとか撮れたかなと思っております。というところで、この後ねスライドショーを通じて皆様にご覧いただこうかなと思いますので、作品をぜひご覧いただけたらと思っております。それでは失礼いたします。西畑でした。どうもー。